九水島、マルギット島の名称マルギット島は、ハンガリー、ブダペストのドナウ川に浮かぶ長さ 2.5km、幅 500m、面積0 9 6 5 k ルを有する中州である。行政的には、ブダペスト13区に属し、島の領域は、南はマルギット橋から、北はアールパード橋までである。この島は、中世には、ニュラクシゲテと呼ばれていた。 その後、ハンガリー王女の聖、マルギットにちなんで、現在の名前になった。かつての他の名称としては、ナジボルド・ガッソニ・シゲット、ウール・シゲット、ブダイ・シゲット、デュナイ・シゲット、ナードル・シゲット、パラチヌス・シゲットなど、時代ごとに異なる呼び名をされていた。聖ヨハネ騎士団が12世紀にこの島に住み着いたのが、はじめとされる。現在島に残っている、歴史的な物は、 13世紀のフランシスコ会及びドミニコ会の教会のものであるが、12世紀のプレモンテ会のものも残っている。セアウグスチの修道会の会員もまたこの島に住んでいた。この島は、その後、16世紀まで女子修道会によって支配されていた。しかし、オスマン帝国との戦争の間に、修道士や修道女は逃げ去り、建物は破壊された。 18世紀にはハンガリー王国直轄地となり、1908年にはこの地は公園として開放された。今日、この島が島として川の上に存在しているのは19世紀末、ドナウ川の流量を制御するようになったからである。元来、標高は102.5メートルであるが、流量を制限した結果、標高は104.85メートルにまで上がった。 100周年記念碑塔の大部分は観光用の公園として整備されており、レクレーションの場所としても有名である。中世の廃墟も見られ、当時は宗教的中心地であったことが伺える。また、1980年代からは自動車での乗り入れが制限され、バス、またはタクシー、周辺の商店やレストランの駐車場からアクセスすることとなった。島の北端に、 ホテルの宿泊用の駐車場のみ存在している。ゼネーロ祖国ウトと給水塔は世界遺産にブダペストのドナウガ市とブダ城地区及びアンドラー市通りとして登録されている。また、この島には様々なスポーツの設備があり、パラチヌスウォーターパークやアルフレードハ波シュスポーツプール、テニスコートやアスリートセンターが存在する。また、ゴムで覆われた。 ジョギングコースが島の周囲に5350メートルにわたって存在しており、500メートルごとに印がついている。二つのホテルが存在し、マルギット、また3500人収容の屋外劇場やクラブ、レストラン等も存在している。観光には4人乗りの自転車、または小さな電気自動車を島の中で借りることができる。ありがとうございます。